現場。はい、こんにちは、後藤ひろみです。後藤の現場です。今回も、またお絵かきをします。それにあたってハロウィンが間もなくということなんでね。なのでまあもうここはもう今までそのなんかね誰しもが知ってるキャラクターを描いてきたんですけど、ちょっと一回オリジナルぶち込んでみようかと思って、はい。だからうまいとか下手とかじゃないです、これは先に言っときます。よし、いきます。立体感出してきましたよ。体ですか？体ですよ。ハロウィン。またちょっと直立不動で。真正面向いてるやつしか基本描けない。いやもう仁王立ちですよ。仁王立ちね。なんか今までで一番描き込んでますよ。時間かかってますから、やっぱオリジナル、はい。完成です。はい、じゃん。こいつはね、パンプキンボーンスラッシャーです。どうすかこれ、セアディ的に。わかりますね、何か。何がわかるんすか。ちょっといい加減にしてくださいよ。かぼちゃであるということと骨であるということがわかりました。ああ、もうドストレートだ。わかんないです。ちょ、自分はこういうキャラクターがいるっていう認識がないんで、きっとパクリではないと思うんですけど、もうオリジナルでちょっと攻めました今回は。あとはもうここにおいちゃんがどう味付けしてくれるかがすごい楽しみです。はい、はい、そしたらこれはこんな感じで、次に行きたいと思います。ありがとうございました。これなんだ、じゃん。これ何？なんだと思うこれ？これ何？これはね、パンプキンボーンスラッシャー。はい。見た時がペチョペチョになっちゃった。見て。ああ、まあいいんじゃない、いいんじゃない。食べたものそのまま出てきましたみたいな感じじゃん。ねえ、この子がおしっこしちゃった。おしっこしちゃった。ああ。ああ、やっぱ目行くんだね。これね、これノイ君好きだって。ノイ君？保育園の。保育園のノイ君これ好きなの？じゃあ別にあげてもいいよ。こっちゃん足塗ってあげなよ。出来上がり？オッケー。パンプキンボーンスラッシャー完成です。ちなみにおしっこ漏らしてます。ね。すごいね。出来上がり？うん。完成？うん。じゃあパンプキンボーンスラッシャー、これで完成です。これどうしよう。完全オリジナル作品だし、ましてや
もうとっくにハロウィン終わってるし、なんならもうクリスマス風なんじゃないかくらいの。いやマジどうしようこれ、なんでこんなん書いてんだろうな。パンプキンボーンスラッシャー、出てこい出てこい。全部即興っす、マジで。なんかどうだろう、パンプキンボーンスラッシャーが遊んでる感じになったのかな。